熊谷線は、埼玉県熊谷市の熊谷駅から大里郡妻町、現在は熊谷市の妻沼駅までを結んでいた東武鉄道の鉄道路線。地元では、妻沼線とも呼ばれていました。この路線は、現在では廃止になっております。営業年は、1943年の12月5日で、廃止年が1983年6月1日だそうです。起点は、JR 高崎線などが通る熊谷駅、終点は、妻沼駅だそうです。次に、熊谷線について紹介しようと思います。もともと、軍の命令で建設された路線で、第二次世界大戦末期に、群馬県太田市の中島飛行機への病院資材輸送を目的として、熊谷駅から東武小泉線の西小泉駅間の建設が計画され、第一期工事区間として1943年12月5日に熊谷駅、妻沼駅間が開業しました。なお、免許は東小泉駅が起点、熊谷駅間となっている。鉄には、上熊谷駅付近の高崎線と秩父鉄道線の分岐部の三角地帯に打たて車台などの作業基地を置きました。秩父鉄道の上層付近の貨物線で荒川から土砂を採取し、秩父鉄道のダイヤを縫いながら7分で石原付近の森土部へ輸送しました。そのため、熊谷線の森土部は荒川の河川部と同じ粒手を含んだ砂地であり、周囲の地質とは異なっていた。高崎線の立体交差は、幹線として日夜運行量の多い高崎線の邪魔にならないように、どう盛るのは微妙な調整のいる難工事でありました。また、三交代制の突貫工事であったにもかかわらず、死者は一人も出なかったそうです。熊谷市石原付近、上熊谷駅から石原駅中町店のやや石原駅より、かつての熊谷線と秩父鉄道の分岐点で秩父鉄道をオーバークロスして秩父鉄道の南側に並行して建設、熊谷駅南側に熊谷線のホームを設置する予定であったが、そのための盛り土を構築する時間はないため、秩父鉄道の複線化用地と熊谷駅ホームを借用し、熊谷駅から上熊谷駅、熊谷市石原付近を仮線として開通しました。この際に、利根川への架橋が完成した時、または秩父鉄道が複線化する時にこれを返還するとした協定が結ばれました。戦時中の資材不足のため、熊谷線を建設する目的で東武日光線、合戦場駅以北を単線化し、その際に発生したレールなどを使用しました。第2期後期部である利根川の橋梁部は総道間距離 877.720m、中央部を東北本線岩沼駅構内に貯蓄してあった阿武隈川橋梁の掛け替えにより発生した道間 64.05m のトラス橋4連と、大阪城東線淀川橋梁から発生した道間 48.42m のトラス橋2連を国鉄より払い下げを受け、河川敷部は橋脚中心間 23.070m、17連は日光線小倉川橋梁、橋脚中心間 19.920m、6連は日光線黒川橋梁、橋脚橋台間 12.930m は日光線のもので、いずれも日光線単線化によってひねり出した上げ路式ガーター橋で架橋する予定でありました。これにより、利根川橋梁予定地には29脚もの橋脚のみが林立することになりました。軍事路線であったため、ほぼ一直線に大浦郡大泉町を目指すルートとなっています。住民の生活路線として建設されたものではなかったので、沿線の集落、交通を考慮したルートではなかった。中奈良付近の埼玉県道341号大田熊谷線との交差部は森土による立体交差の予定でありましたが、急を要するため平面交差とされました。これも利根川への架橋が完成した時には立体交差とするとして、当局より平面交差の許可を得ました。次に、廃線の主な理由を紹介したいと思います。一つ目は、営業係数が500を超えており、年間2億円余りの赤字であること。また、さらに、投資を言っても、改善する見込みが得られないことでした。二つ目は、
熊谷線が東武鉄道に残った最後の非電化の旅客線であり、熊谷線のためだけに機動車の運用、保守点検を行うのは高コストであること。3つ目は、上越新幹線開業に合わせた熊谷駅の橋上駅化の際に、かねてからの熊谷市の要望であった熊谷駅南口開設のための自由通路が秩父鉄道の敷地を通るため承諾が必要になったことです。秩父鉄道側は熊谷線にホームの一角を貸しているために、秩父より良い方面と羽生方面との列車交換ができず、複線化もできなかった。よって承諾する際には、熊谷線が借用している施設を複線化のために返還するように求めました。そのため南口開設の際には、熊谷線は熊谷市石原付近で秩父鉄道をオーバークロスするとしたかっての協定を守るため莫大な資金が必要になりましたが、赤字路線である熊谷線に東武鉄道が資金を投入することはできないため、最後まで熊谷線廃止に反対していた熊谷市は、南口開設か熊谷線継続かに社宅越を迫られ、ジレンマに陥った。結果として、熊谷市は南口の開設、熊谷線の廃止を選びました。また、延々としては、当時、目沼ニュータウンの開発で東部が用地買収に失敗したため、未取得地が点在して、大規模な開発が未だできない状態であり、目沼町の人口の伸びが予想よりも鈍く、輸送人員が伸びなかったことなどがあると思います。熊谷線が廃止されたため、東武鉄道から東武本線系及び東武東上線系のいずれにも属していない独立した路線が消滅した。路線データ管轄東武鉄道区間、熊谷駅から目沼駅間 10.1km、 営業キロは 14.3km、 期間1067mm、 駅数4駅、複線区間なし。全線単線熊谷駅から上熊谷駅間は秩父鉄道線を借用、電化区間、全線非電化、閉塞方式、スタッフ閉塞。こんな感じで今回は東武熊谷線の紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。